サンクトペテルブルクのストロガノフ宮殿ストロガノフ家は、ロシアの貴族。16世紀から20世紀の帝政ロシアにおいて、大商人、企業家、実業家、大地主、政治家を輩出した。虹ニにニノブゴロドに建立したジーンストロガノフ家の起源は、15世紀のロシアに遡る。八海沿岸のポモールの豊かな農民、ヒョードル・リューキッチ・ストロガノフがその始祖とされる。 15世紀後半には、一族は、ソリビチェゴドスクに移った。ヒョードルの子、アニケストロガノフ・アニッキー・ストローガノーブは、1515 15年に、声園所を開いた。ストロガノフ家の声園事業は巨大な産業に、成長した。1558年イワン・ライテは、アニケヒョードロビチとその子に、鎌川と地蕎麦屋川に沿って、大きな荘園を与えた。 1566年ストロガノフ家は自ら、その所領をオプリーチニナに編入した。もっともその土地は、地元の住民から力で応収し、農民を入植させた。ストロガノフ家はこれらの土地で、農業、狩猟、生園所、漁業と、鉱石採掘などの事業を拡大した。彼らは、町と要塞を建設して、同時に、トゥルージナドラジナの助けを借りて、 反乱を抑えつつ、ウラル、シベリアに、新しい土地を拡大していった。セミョン、アニケービチ・ストロガノフ、セミョン・ストロガノーブと、アニケーの孫にあたるマクシム・ヤコブレビチ・ストロガノフ、そして、ニキータ・グリゴリエビチ・ストロガノフは、1581年に、イエルマークのシベリア遠征に資金を出している。17世紀前半の大動乱時代、ポーランドがロシアへの侵略を強めると、ストロガノフ家は、 ロシア政府に84万2千ルーブルの資金を出し、軍の指示を得た。この功績により1610年に名刺の称号を授与された。17世紀には、ストロガノフ家は、ウラル地方のソリコムスクソーリーコムスクで、製塩業に巨額の投資を行っている。1680年代には、グリゴリー・ドミトリエベチ・ストロガノフは、 アニケイヒョードロビチ・ストロガノフの元の所領をすべて改修した。グリゴリー・ドミトリエビチも声援事業を拡大した。18世紀にはウラル地方で鉄、銅などの金属工場を設立した。こうして事業を拡大したストロガノフ家はロシア国内にいくつかバロック様式のロシア正教会の制度を、教会も混流している。 1700年から1721年まで大北方戦争の間、ストロガノフ家は、ピョートル一世に対して、巨額の財政資金を援助した。この功績により、アレクサンドル・グリゴリエヴィチ・ストロガノフ、ニコライ・グリゴリエヴィチ、セルゲイ・グリゴリエヴィチは、それぞれ1722年に男尺となり、その後、白尺に昇尺した。以後、同家は、 帝政ロシアにおける検問としての地位を確立し、一門の人々は感触に多くつくこととなった。パーベル・ストロガノフ・ストロガノフ家の大部分の一族は芸術、文学、歴史及び考古学に関心を示したことがよく知られている。彼らは自分自身の膨大な蔵書、絵画、コイン、メダルのコレクションを収集したほか、美術館としてストロガノフ家の邸宅が割り当てられた。 特に有名なものが現在、国立ロシア美術館を構成する建物のうちの一つ、サンクトペテルブルクのストロガノフ宮殿である。1917年ロシア革命が勃発すると、ストロガノフ家は白軍に参加し、一族は国外に亡命した。ロシア国内の所有地は没収され国有化された。1992年ストロガノフ家のロシアの遺産の保護と修復を、 主な活動にアメリカ・ニューヨーク州に非営利法人としてストロガノフ財団が創設された。ありがとうございます。